野球評論家の江本武則氏75が16日放送の BS 日テレ、おぎやはぎの愛車遍歴農家、ノーライフ土曜午休0に出演。車に加え、バイク好きが高じて68歳でバイク免許の限定解除をしていたと明かした。アメ車が大好きで、歴代の愛車もアメ車が多い江本氏。一方で、ハーレー・ダビッドソンも好きだといい、アメリカものってなんか好きなんですよね。音がたまらんのよ、と語った。ハーレーに乗るため、バイク免許でかつての中型限定免許の限定を解除する限定解除の審査を受けたという。68歳で限定解除取ったんですよ。人生もそろそろだと言うんで、最後に夢を果たそうって、慌てて68で取りに行って。スイッチバックっていう 1400cc のタイプで、もう思いのなんのって。こけたら終わり、でも気持ちよかった、と念願のハーレーに乗った思い出を振り返り、アメリカを走るの夢ですね。ルト66とかね、と目を輝かせていた。